どうもこんにちは、本田です。今日は前回の動画に引き続き2つのグラフの間の回転体の体積を求めてみよう。放物線 y イコール x 2乗マイナス 2x と直線 y イコール x で囲まれた図形を x 軸の周りに1回転させてできる立体の体積 v を求めてください。これはまず2つの関数のグラフを書こう。するとこうなる。2つのグラフの交点の x 座標は2つの関数の式を連立すれば x イコール0または3で求まる。今回はこの囲まれた図形を x 軸の周りにぐるっと回転させるんだけど、この立体は回転させてみると横から見たシルエットはこんな感じになるから、単純に外側のグラフの回転体引く内側のグラフの回転体じゃなくねってなる。この問題のように囲まれた図形が x 軸をまたぐとこの現象が起きるんだ。前回までの動画の問題では回転させる図形が x 軸をまたいでいないから、単純に外側のグラフの回転体引く内側のグラフの回転体の考え方が適用できたんだ。じゃあ囲まれた図形が x 軸をまたぐ場合どうすればいいのか。こういう時は囲まれた図形のはみ出した部分を一方に寄せて考える。この図形を回転させればいいんだ。まず放物線を x 軸に対称移動すると式は y をマイナス y に書き換えることになるから、マイナスの x 2乗マイナス 2x になる。ひっくり返した放物線と直線 y イコール x の交点の x 座標は2つの関数の式を連立すればいいから x イコール0または1って求まる。ということで、回転体を上に凸の放物線、直線と下に凸の放物線の間、この3つのパーツに分ければ式はこうなる。それぞれの定積分を計算して合体しよう。難解な計算は一切ないから計算ミスをしないように丁寧に計算しよう。すると3分の20π が導けるから、これが求める立体の体積になる。今日の動画内容をまとめると、2つのグラフの間の回転体の体積を求める問題で、囲まれた図形が x 軸をまたぐ場合ははみ出した部分を一方に寄せてから回転しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。